はい、どうも皆さんこんにちは、水晶です。はい、ということでですね、私は、淡路島というところに今観光に、来ているという感じです。で、まあなんで淡路島なのかってことなんですけど、まあ気分です。まあただですね、やっぱり去年も自分広島とかに行ったんですけど、やっぱり瀬戸内っていいですよね。うん、瀬戸内の魅力っていうのを感じて、まあやっぱこう海の香り、潮の香り、はい、そこに惹かれてですね、まあ、今年もどこか瀬戸内の島に行ってみたいなと思って来ました。そうですね、まあ一応今日淡路島に来て2日目なんですが、昨日は淡路島のですね、北の方にある、松穂の里っていう、まあ、温泉スポットに、行ってですね、温泉に入ってきました。はい、でそしてその後淡路島の南にこうバスへ移動して、でそこから、はい、その淡路島の南にある福良港、ちょうどここが福良っていう港なんですけど、そこから船に乗ってですね、まあ、あの渦潮クルーズっていう船に乗って徳島県の近くにある、鳴門海峡っていう海峡、そこまで行ってきました。で、そこでですね、渦潮が有名なんですけど、その渦潮を見てまたぐるっと戻ってくるっていう、そういうですね、クルーズ船の観光っていうのをしてきてですね、はい、非常に楽しかったです。で、その夜にですね、まあ、淡路花ホテルというホテルに、まあ、泊まって、で、ちょうどさっきチェックアウトして、でまた、バスで福良に来てですね、今度ここから、バスに乗って無料送迎バスっていうのがありましてね、それに乗って徳島県に移動しようっていうふうに今してるところです。で、まあ、そのバスが来るのがあと20分ぐらいなので、今時間があるのでこうやって動画を撮っているっていう、まあ、そういう感じなんですね。で、まあ、せっかくなんでですね、はい、もう今日本当にいい天気、非常にいい天気でですね、本当に海からの景色が超綺麗です。なので、まあ、せっかくなんでね、ちょっと動画で、はい、少しでもですね、この淡路島の雰囲気っていうのを伝えられたらなというふうに思っています。さあ、では、まあ、もう見えてると思いますけど、もう自分の後ろ海ですね、もう超綺麗ね、はい、こういう感じでですね、ちょうど船もあそこに見えるでしょ、はい、あれが、クルーズ船の、海林丸っていう船なんですよ。で、海林丸のあそこ、あれが海林丸で、海林丸の今度こっち側に、日本丸っていう船があるんですが、まあ、それはちょっと見えないかなっていう感じですね。海林丸は見えるかなっていう感じですが、はい、です。で、ちょっと看板とかがあって見えないと思うんですけれども、よいしょ、またアナウンスが来たね。はい、まあ、ここをずっと船で進んでって南に行くと、まあ鳴門海峡っていうね、徳島県の近くの海峡に行くわけですよ。はい、だいたい船で行くと30分ぐらいかかる感じなんですけどね、はい、まあ、そんな感じですね。綺麗でしょ、ね、はい、もうちょっと近くまで行ってみますか。でも人通りが結構あるんでね、はい、よいしょ、こんな感じで、はいね、こんな感じで船も見えるし海も見えるしというね、これでもうビデオカメラ落としたら一巻の終わりというね、はい、まあ、そこはあえて気にしないです、はい、すごいねこの景色ね、はい、まあ、こんな感じです。この海のこの波が穏やかでいいですね。これがね、あの徳島県の方に行くと、徳島県の鳴門海峡に行くと、ほんとね、もう昨日見てきましたけど、すごいよ、この潮の渦の巻き方が、これ渦潮って言うんですけど、はい、ここはもうほんと穏やかでね、いいんですけど、すごかった渦潮、うん、もう巻き、飲み込まれそうな勢いですよ。ね、こんな景色で、空も綺麗ですけど、はい、まあ、そんな感じですね。山とかも見えるしね、もう全部揃ってるよね、空に山に海っていうね、完全に綺麗な自然ですが、ではまた戻っていきましょうかという感じで、ということで私はこの後ですね、まあ、バスに乗って、徳島県の鳴門に移動して、そこから電車で高松に行ってうどん食べて、で、その後ですね、小豆島っていう、日本で一番オリーブが取れる島があるんですけど、
まあ、そこに行って、まあ、小豆島オリーブ公園ってところがあるので、まあ、そこでですね、はい、まあ、オリーブについて学ぶというかね、まあ、いろいろと、はい、散策をしていこうかなというふうに思っているところでございます。はい、ということで、淡路島についての動画はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。